この動画には、以下の要素が含まれております。ご注意ください。ヤッハロー。3月はまだ寒いですね。ということで、鴨そばを食べて温まりたいと思います。飲食店の峠茶屋を目指しているところ、川辺に菜の花が咲いていたので、見てみましょう。田舎は、川辺や線路沿いに自然に咲いた菜の花があり、菜の花畑に行かなくても見れますね。それにしてもこんなに咲いているのはなかなかないです。しばらく菜の花を見て楽しもうと思います。お腹も減ったので、峠茶屋に行きますね。峠茶屋は、文字通り峠にあり、店主は昔老舗料理店で働いていたそうです。ランチメニューだけでも品数が多くて迷いますね。普通のメニューも多かったです。私は、鴨そばセットを注文しました。鴨そばに、プラス100円で、小鉢とフルーツと柏おにぎり2つはお得ですね。鴨そばというより鴨鍋ですね。店主は鍋じゃないと言っています。お客さんに喜んでもらえるように、具沢山になっているそうです。元老舗料理店で働いていたこともあり、お出汁と具材に力を入れているそうです。食べてみて。いつも田舎で食べている定食屋と違って美味しかったです。鴨そばをちょっと食べた後、柚子胡椒を入れて、味の変化を楽しむこともできます。脇役だと思っていた茶碗蒸しが美味しかったのには驚きました。また来て、別のメニューも頼みたくなりましたね。最後までご視聴ありがとうございました。バリショイエ、スパシーバ。